緒に行きましょう。急に怖いな。あかりと仲良くしましょう。ほらほら、あかりと仲良くしましょう。大胆にいっちゃいます。メルティーデビルチャーム、優しくしてね。もっとできるんですね。ほらほら、どうだった？お兄ちゃんとの特訓はいつも初めてだらけで楽しいです。これからも二人で初めてをいっぱい体験しましょうね。感じます、お兄ちゃんの力。あ、ドキドキが止まりません。今のあかりならきっと何でもできちゃいます。お兄ちゃんのおかげであかり魔法だって上手くなったんです。可愛くて強い最高の明かりになれちゃいました。見ててくださいね、お兄ちゃん。一緒に特訓してきた成果を見せちゃいますから。お兄ちゃん、今日の明かりも可愛いですか？まあ恥ずかしがらないで可愛いって褒めてほしいです。あかりが困っている時っていつでもお兄ちゃんはコーチとして特訓して助けてくれますよね。そういう優しいところ、あかり好きだな。自信を持ってもらうためにも、いつも褒めてくれるお兄ちゃんのためにも、あかり必ず世界で一番可愛くなってみせますね。特訓をするんですか？あかり、どんなに激しい指導でも頑張っちゃいます。お姉ちゃんやディアボロスのみんなで楽しく過ごす時間も好きですけど、お兄ちゃんといろいろ特訓する時間も大好きなんです。だってお兄ちゃんと二人でいるといっぱい初めてのことを教えてもらえますし、ドキドキ刺激的でいつも楽しいので。できればいつでもお兄ちゃんと一緒にいたいくらいお兄ちゃんが大切だって思うんです、心の底から。これからもずっとドキドキさせてね、お兄ちゃん。